ポッドキャスティングをよ TBS ディオ。コラムの花見スペシャルウィークのストリーム、ここからはコラムの花道です。今日のコラムニストは沈黙の女王、新さんなめこさんです。 TBS ラジオストリームお送りしております。2時になりました。木曜日2時のコラムの花道でございますね。さて木曜日といえばコラムニストは沈黙の女王、新さんなめこさんです。あ、どうもこんにちは。どうもです。こんにちは。今日あのパープルのドレスが、はい、ドレスというかもうワンピースじゃないですか。ワンピースがいいですね。ちょっといいじゃないですか。あ、本当ですか。ああ、パープルだ。失礼しました。私のパープル。胸元がセクシーな松本さんと。なんか雑誌で読んだんですけど、紫色を好む女性は、なんか地獄女とか言って。地獄女なんか男性を地獄に引きずり落とす。せっかく持てなくなるじゃないのよ。なんかそれ。ということは何？知ってショックだったんですよ。結構紫が多いですよね。はい、だからナミちゃんはずっとパープル好きだよね。はい。ってことは、小西さんを引きずり落とす。怖いな。私パープル大好きだもん、個人的にも。そうなんですか。別にこんな毛はないんですけど、他の毛はないですけど。パープルいいと思いますよね。危険なペンまで色の白い方はパープルは似合うんですよ。大体という私の必ずこの服装チェック好きですよ。私このコーナー。あ、そうですか。必ずやりますよね、お二人。そうそうそう。あ、今日の小西さんのコンセプトは山登りみたいな感じですか。山登り。ちょっと言わないでください。写真撮ろうかな。ちょっと黄色ですか。はい。さて、あ、そうね。写真撮ってる場合じゃない。今日はちょっと松本さんにも一つよろしくお願いします。スペシャルウィーク恒例です。なめともコンビの潜入取材です。はい。前回はですね、30女の赤落としというテーマでね。赤落としね。美を求めて頑張りましたけれども。とんでもないところもありましたからね。後で問題が出たところもありましたからね。そうなんですよ。足から、足から色が変わるあの何？お水、お湯だっけ？液ですかね。はい。そうだよ。操作してたっていうなんか週刊誌が報道あって、あ、そうなんですか。まあ、あの店に限らないんですよ。でもね、限定はされてないんですけど、ね、限定はされてないんですよ、ね、あ、誰かが操作してたんですか。うん、かもしれない。もうメモ取ってる新さんなめこ。まあいいや。はい、まあそんないろいろハプニングもありますが、はい、今回はテーマは変わりました。はい、身も心も強い女になるというテーマで頑張ってきました。もう二人、はい、もう十分強いじゃないですか。なんかお二人、そうです。これ以上強くなるとちょっといろいろと縁遠くなってしまうんじゃないかという。いや、まあ縁はあるんですけどね。M O 君もたくさんいるから大丈夫だけど。はい、じゃあ早速ですが、はい、行ってみたいと思います。はい、まず訪れたのは東急田園都市線三軒茶屋駅から歩いてすぐです。うん、すぐのところにありました、うん、キックボクシングアクティブ J 三軒茶屋ジムです。これは私がボクサーサイズキックボクシングをやってみたかったんです。ああ、そうなんだ。はい、なめちゃんを誘って、うんうんうん、あの蹴りを入れてみたかった。蹴りね。そういうストレス的な。何、フラメンコで蹴りはいらないよ、ね、ないから。何蹴りたいような男がいるの？いや、ちょっと周りに何か道行ってごらん。俺行って、いや、蹴ってやるから。え、この中で名指ししていいんですか？名指しいいよ。いいんですか？あの、夜道歩いていて、もし何かあった時に自分を守る術がなかったんですよ。あ、それはそうだ、ね。はい。だから何か強い女になりたかったので、できました。ご真実ね。はい。はい、で、体験したのがいろんなクラスがあったんですが、はいはい、シェイプリークラスという、うん、これは、エアロビクスとキックボクシングを融合させた、かなりシェイプアップに効果抜群のオリジナルプログラムを体験してきました。はい、で、あの、ジムというと、あの、割と頬がこけた、あの、目が落ちこぼんだ男性が、黙々とスパーリングしているという、あ、イメージね。あの、殺伐としたイメージを抱いてたんですけど、なんか、ここのジムは三軒茶屋というオシャレスポットにあるということと、あと、あの、まあ、スパー、シェイプリークラスというダイエット、コースだったので、うん、あの若い女性が多くて、うん、結構安心しました。これ写真今見せてもらってるけど多いね。なんかほとんど女性じゃないですか。はい、そうですね。ただ前のクラスの上半身裸の男性がうろうろしていてで目のやり場にちょっと困ったんですけど、シェプリクラスの前には男野郎が多いクラスなんだ、はいはい、そうですね。こんにちはとか割と爽やかすごい爽やかだったんですけど、本当上半身裸だ。はい、でジムの中はあの体育会系の汗の匂いがしていて、でマフティーさんがなんか昔のカレーの匂いがすると発言して、あ、昔のカレーは飲んないでよ。そんなそんなそうだ、汗臭い匂いしてたの。うん、なんか懐かしかった。あ、それいいよね。そういうのってカレー思い出しちゃった。やっぱ匂いはすぐね来るからね。ああ、なみちゃんは昔のカレー思い出さなかった。汗臭くなかったの？なかった。植物系の男だったの？いやー、ちょっと汗とかわかんないですね。汗かかなかったの一緒に。わかんないですね。一緒に汗
わからないですね。そういう変な、ちょっとなんかピンクになってる顔が。やめてください。先に行きたいと思います。でも紫の着てるとピンクになる。わかりました。似合うのよ。失礼しました。失礼しました。最初に、着替えて、準備体操したんですけど。唾飲み込まないで。すいません。ヨガに比べると、みんな服装はラフな T シャツに、プレパンみたいな。本当だね。ヨガに来る女性というのは、やっぱり自分を高めている、いるオーラみたいなのを、すごい出してて、割と威圧的なんですよ。おお、そう。なんか、ウェアもヨガ専門ブランドで、隙がないですよね、みんな。ヨガ。タンクトップとかで、ピシッと着てたりして。タンクトップ、へぇー。衣装から、ヨガはね。やっぱヨガは、やっぱり服から、コスチュームから入る。はい。おしゃれじゃないと、ちょっと、ダメなの。無様な格好だと笑われるみたいな。もともと痩せてる人がいっぱい。まあ、そうだよね。ヨガの人は本当タイツなんか履いてると足棒みたいな感じのね、人で、うん、でもここの、クラスはそれに比べるとラフ で、うん、でジャージとかトレパンとかを着ていて、うんうん、で生徒は20人いるうちに男性は5、6人、うん、で男性は気合が入ってる人は、まあ、割と黒で決めてる人多かったですね。気合入ってる人は、はい、女性生徒20人で男は何 5、6 人しかいないんだ、うん、そうですね。すげーとこだ。なんか天国だな、はあ、あ天国ですか。いやいやいや、はい、まあはい、どうぞ言ってください。でなんか男性は割とナルシスティックな感じで鏡をすごい凝視しながら準備体操みたいな感じで、はい、なんか白髪をしてる白髪マジのおじさんもいらっしゃいますね。その男性もいましたね、はい、はい、うん、あとはなんかまあこういう場になると妙になんかやさぐれ系の女性が色っぽく見える感じで、やさぐれ系の女性、はい、なんかちょっと工藤静香っぽい女の人がちょっとモテてる感じがしましたね、その場で。あ、そうなんだ。工藤静香系のおばさまみたいな、はい、あ、はい、あ、そう、はい。なる、想像できる、ね。実はですね、はい、ここも本当私も、なめこちゃんも初めて行ったんですけれども、ここでなんと私、うん、昔の仕事仲間にですね、偶然、本当に偶然会って、番組一緒にやっていた女の子。なんか急に抱き合ってましたね、女性と。ディレクターの人、スピリチュアル的な、なんか、スピリチュアルな、スピリチュアル的なディレクターなのね。近くで働いていて、はい、仕事仲間の女性先輩とストレス解消に来ているんですって。もうかなりこなれていました。うん、あ、そう。はい。うん、さあ、授業なんですが、どういったレッスンやるんですか。あ、そうですね、うん、なんか一見真面目そうな中学校の体育教師みたいな女の人が先生で、うん、ま、エアロビインストラクターのご出身でキックボクシングのスキルを身につけたそうです。でなんか音楽を、ね、はい、かけてレッスンが始まったんですけど、うん、マドンナのボーグのリミックスに合わせて、うん、ま、軽く前後に重心移動しながらパンチを繰り出したり、うん、まあ、キックをするという練習で、うん、それがだんだんすごい速くなって全然覚えられなくなっていくんですけど。マドンナの防具のリズム どんな感じなのかね。はい、あ、じゃあ後でね、後でね、はい、で、まあ、先生はおとなしそうに見えてすごい動きがシャープでしたね、うん、ちょっとこの方はそんなにスキニーな感じの先生ではないよね。そうですね、背中とか体育教師みたいな、ね、筋肉ついてます。なんか肩幅結構ありそうですよね、はい、目と目の間がちょっと魚系の顔の方ですね。あ、まあ、そういうエキゾチックな美人ということですよね、はいはい、で大きな鏡の前で行うので、うん、割とその自分のプロポーションが目に入ってきて、うん、まあ、その自分のイケてない姿を仮想的にして戦うみたいな、もうじっくりお前自分の体を見ろと、はい、うんうん、なるほどなるほど、はい、そうですね、まあ、基本ポーズもいろいろあって手を小指から閉じていき、親指を かぶせる形で握るというのが基本ポーズです。違う子に親指を中に入れるの、はい、いや親指を、ね、かぶせるみたいな、かぶせる、だからここでちょっともう、ね、握り方で雰囲気違いますよね。あ、そうなんだ、うん、で授業の雰囲気っていうのは小西さんもどんな感じなの、うん、音楽っていうことで、はい、うん、ちょっと先生の雰囲気と一緒に聞いていただきたいと思います、うん、はい、ポッドキャスティングでお楽しみの皆様、申し訳ありませんが著作権の関係でお聞かせすることができません。本当にすいません。これ右手左でこれでちょうどパンチ出し、どのぐらいすんの、何分ぐらい、あ、これずっと1時間ずっとです、まあ、水水分補給だけ休んで、うん、あと、まあ、そうですね、後半に行くほど複雑になって足の動きと手の動きがなかなか私は記憶できなかったんですけど、マッピーさんはダンス歴が長いので、はい、ちゃんとついていってさすがでしたね。あ、やっぱダンスのね、はい、経験があるないと、確かに足と手と両方どん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 指示されていくんで、ね、結構ハードでした。でなんかそんなマッピーさんに先生が可能性を見出したのか、マッピーさんばっかりに3回ぐらい注意していました。あ、そうなんだ、はい、マッピー、まずどんな注意が来たの。私はなんかかなり真剣にのめり込んでて、右足左足の足首の回転のさせ方、親指の下を軸に足を回転させてパンチを繰り出すんですよ。
すごいね。ガンガンって。なんか香港映画みたいな状態になるわけ、はい、でもその時に足首を注意しないと足の甲を骨折したりする。私そんなハードなことやってんだと思って。だって、ね、気をつけてくださいと。初回でいきなりそんなかなり注意が飛んでくるんだ、はい、んはい、その足首は本当に気をつけて。はい。あ、そう。はい。足は裸足でしょ、これ。裸足です。だよね。はい。なめちゃんはどうだった？あ、そうですね。私は一応写真を撮ったりいろいろしながらやってたんで、うん、そんなに疲れなかったんですけど、うん、最後の腕立て伏せとか、うん、そういう腹筋とかが最後にあって。なめちゃんさ、ボクシングってこれ別にグラブはめないんですよ。ただ単にそういった手の形をするだけだから。はい、なんでそれでもって、写真カメラ片手にやってたの、ね、あ、そうですね。はい。あと、まあ、あとジムの人に聞くと、うん、でも1時間でだいたい1キロぐらい痩せたりするそうで、メタボリック症候群とかにも効くというか、確実に、まあ、汗でもってまずあれだろうね、1キロは痩せるよね、はい、うん、痩せるというか、まあ、そうですね、出るよね、うん、あと私がなんか先生にいろいろ取材している間に、うん、マッピーさんをふと見ると、うん、次の入門クラスのイケメンのインストラクターに釘付けになっていてえ、マッピーさんが釘付けになってたの、はい、あの男の子可愛いというえ、どんな子、それがね、写真ちゃんと撮ってくれなかったなんで撮んないどんないんだよ。もうクラス始まっちゃってたし、ちょっと。もうマサトが結婚した後に彼しかいないぐらいの。え、どんな顔のイケメンの彼だったの？トニーレオンみたいな感じ。え、マジで？もうかっこいい。マジ？まあでもかっこよかったんですけど、生徒の中にどう見ても先生を狙ってる肉食獣の目をした、女子がいて、もうすごいつけまつげで、先生を。見てたんで、もう、これは無理だなっていう感じでした、ね。そう、なめちゃんに、マッピーさん、あそこに絶対行かない。肉食獣で。先生にやってですよ、はい。大丈夫だよ。じゃあ、ハムとマングースみたいにやればいいじゃないね、はい、松本さん。本当の戦いになっちゃうじゃないですか。そのあれ、肉食獣の女と。でも、なめちゃんにかっこいいよね、あの先生したら。うん、かっこいいと思いました。趣味がまた一致しちゃったんですよね。トニーレオンが三茶にいるんだよ。そうですよ。それありえないことだよ、ちなみに、なめこさんと私の男性の趣味が一致したのは、ホストクラブ以来二度目でした。あ、これはもう危ないよ。もうそういうのは一致しちゃまずいよ、うん、まずいですね。補わなきゃ、ね、ちなみに結構生徒さんでもすごい可愛らしい子がいて、男性スタッフはその女の子たちに選んだので、うん、その写真はどこなんだよ、小西さんはじめ男性のリスナーの皆さんも三軒茶屋ぜひどうぞ、はい、その写真はどれよ、見えないよ、いいからいいから、はい、では続いてです。心を強くするということで潜入したのが、はい、続いては心です。はい、池袋に来ました、はい、アントニオ猪木酒場です。ちょっと話全然変わらない。いやいや、つながってますよ。強く、はい、強くする。東口降りて、まあ、駅沿いにすぐっていう感じですかね。そうですね。これ強くなるの、はい、なんか、まあ、その猪木プロデューサーの、うん、プロデュースの、で、居酒屋みたいな感じで、まず、うんうん、お店に入ると、うん、猪木の像みたいな。像があって、像が迎えてくれてるね、これ。これ面白いね。はい。あと入店するときにゴングを鳴らしてもらいました、ね。カーンと鳴るんだ。はい。で、木曜の夜なんですけど、すごい賑わっていて、うん、あと店内にプロレスのリングがあって、その中にカウンター席があったり、面白いですね。壁全面に資料みたいな、猪木さんの写真とか、あ、本当だね、トレーニング道具とかがいっぱい展示してあって。結構、ちゃんとなんかね、はい、展示場みたいになってますね。かなりワンフロア広く使ってましたね。そうですね。100人以上入れそうな。いわゆるテーマレストランならぬテーマ居酒屋、はい、あ、そうですね。みたいな感じ、はい、うん、でも、そういうテーマレストランっていうのはあんまり料理がいまいちっていうの多いと思うんですけど、ここはすごい美味しかったんですよ。あ、そう。はい。安くて美味しい、うん、メニューも結構タイトルが凝ってて、例えばジュースで、なんか流血場外乱闘っていう名前の野菜ジュースとか、うんうん、あとはコーラツイスト渦巻きウインナーとか、なめちゃんそれ好きだったよね。あと、まあ、手羽先唐揚げなんですけど、シュラバックグリの円錐切りという名前だったり、円錐切り、あと、まあ、ひき肉を使わず包丁の空手チョップで肉を叩いて作った空手チョップハンバーグステーキ。シュラバックグリの円錐切りって結局何なの、ものは手羽先なんだ、はい、手羽なんだ、はい、あ、なるほど。明太ポテトの逆エビ固めとか、まあ、いろいろあったんですけど、みんな1000円以下で、大体で、どれも美味しかったんです、ね、量も多いです。リーズナブルだね、はい、580円とか480円とか、ね、はい、だから儲けを度外するそういう猪木の精神が息づいているそれ猪木の精神は儲けを度外しっていうことだから、はい、そうなんです。今回かと思ったら違うんだ、はい、猪木に詳しいマニアのディレクターの橋本さんが、うん、一緒に来てくださって、そこから合流して、いろんな解説を備蓄しするの橋本ディレクター。そう、なんか割と本気で、なんか猪木さんが体を作った納豆とひじきのメニューがないとか怒ったり、うん、うるさいね。あ、でも本人がね、ちゃんと体を作ったやつを出してほしいね。はい、はい、でメニューで一番盛り上がったのが、うん、123サラダという名前のシーザーサラダで、123サラダ、はい、で、
スタッフがドレッシングと野菜を混ぜ合わせる工程を客の目の前でやった後に、うん、店員さんの掛け声で客が、うん、あの元気ですかおーとか叫ぶんですけど、うん、で最後 1,2,3 サラダで叫んだ時に、うん、自分のテーブルだけでなく周りのテーブルのお客さんも一緒に叫んでくれるので、うん、結構な一体感でしたね。これつまりサラダをこれなんかシーザーサラダみたいなやつですか、はい、ドレッシングがなんかそういったチーズと混ぜるパフォーマンスをするわけだ。そうですね。で、うるさいんだね、シーザーサラダ食べるのが。あっちこっちで。その掛け声がかかってるわけですね。はい、ああ、なるほど、なるほど、はい。面白いよ、でもね。はい、あと、まあ、猪木さんの生い立ちにちなんだ、うん、糖尿病を治すときに食べたキャベツ丼、キャベツが丼にいっぱい入っているとか、あと、まあ、四角いジャングルピザという、なんかリングのこと四角いジャングルという、うん、そうなんですけど、それで猪木さんが日本に輸入したタバスコがたくさんかけてあったり、よくできてますよ。例のブラジルの、はい、ああそうですか、へえ、よくできてます ね、 そうですね、なかなかね。どれも美味しい。これ量多そうですね、ここ。はい、680円のジャングルピザでも私たち顔を前に2人で写真を撮ったんですけど、はい、大きいね。かなりの L サイズぐらいありましたよ。ですよね。うん、20センチぐらいあるもんね。はい。ですね、あと、うん、まあ、他に店内は見どころがいっぱいなんですけど、うん、モニターではずっと名勝負の映像が流れていたり、あとは、まあ、うん、引退パーティーの時の写真とか、うん、まあ、いろんなスポーツ平和党のレリーフとかがあったりして、あとその中に、うん、練習に使っているやたら重いコンボみたいなコシティという10キロぐらいあるものが置いてあって、コシティっていうの、はい、でこの棒を猪木さんは片手に1本ずつ2本持って頭上で振り回してトレーニングをする。ああ、だこれリスナーの皆さんちょっとイメージとしてはこれなんか一升瓶をまたこう2倍か3倍ぐらい大きくしたような、はい、これ木でできてるんだね。じゃあ持ってどうだって重かった。私10センチぐらいしか持ち上がらなかったですね。これ重そうですね。すごい重かったですね。これ両手で持ってこう振ってなんか練習するの。あ、はい、はい。で、橋本ディレクターは本物の棒はもっと汚れてるはずなので、これはレプリカだと思いました。いちいち、あれだよね、話の腰折るディレクターがね、ね、話の背骨折るというか、サバ折りか、はい。小さいね、小ネタが入ってくる。小ネタが入ってくるんだ。はい、あ、そう。はい。で、あと、お店をふと見ると、割と40代ぐらいのおじさんが若い OL、うん、マッピーさんは、あの人たちは絶対派遣社員だと断念してたんですよ。派遣社員がね、グループが多かった。おじさんが若い OL さんを誘って、はい、派遣の品格を誘ってくるわけね。そうですね。もうそんな感じでしたよ。で、いい感じだった？いい感じでしたね。なんか、うん、男性が、うん、左手の薬指の指をちらつかせながら、うん、妻には決して見せない満面の笑顔を見せて、すごい盛り上がって、で軽くボディタッチしたりして、あの OL さんに。猪木はこうするんだみたいに。そうですね。だから多分私が思うに、家に帰っても猪木の話とかもう聞いてくれないと思うんですよ。妻は忙しい、疲れてるし。ああ、なるほど、ね。遅いわね。だからそこでストレス解消して、で、優しい派遣の女の子たちは。本当よくわかってるね。なんで結婚しないのそういうことわかっちゃうわけ。そういうことがわかりすぎるから、ちょっと結婚できない、したくなくなりますよね。そこだよね。そういう時はね、鈍感力っていうのが大事だと思います。そうなんですか。わかりました。小泉さん、小泉さん。鈍感力ね、はい。なんか男性からすると、やっぱりこう変わったところだと、女性、若い女性を誘いやすいじゃないですか。うん、ああ、なるほどね。話の種みたいな、ね、うん。すごい面白いところがあるから行こうよみたいな。格闘技系のこれでね。で、しかもそんなに高くないから、おごっても。うん、お財布にも響かない。響かないんだ。うん、あと、こう、お店がこう、賑やかで、情報量がすごい、取り囲まれてるので。話題にことかかない。そうなんです。話題にことかかないし、下心がバレにくいんじゃないかなと思いましたね。そうだね。そういう、うやむやになって。うん。うやむやになって、ね。それで盛り上がって、ちょっとボディタッチみたいなのができるって。はい、そういうことか。だから本当に猪木は、こう、うん、おじさんにとってのずっとヒーローであり続けるっていう、なんだなと思いました。こういう場を。鋭いですよね。だからベネッセの社長もここでね、注しときゃ、そうですね、週刊新潮に捉えなかったんだよ。さりげなく、なんか六本木国立美術館みたいなそんなシャレのとこ行くからだよね。はい、じゃあどうですか、ここ2カ所行かれてお二人はどのぐらい強い女性になれましたか。はい、そうですね。まあ、私はもうそうですね。この最初のキックボクシングでは、うん、まあ、ちょっと足に筋肉がついたかなっていう気もしたんですけど、この猪木酒場では、うん、なんかそういう男性の下心みたいなのも洞察
できたということで、うん、強い女になれた感じがしますね。さすが、やっぱり文化系的な、いい、あのですね、洞察力で、ね。マキーさん。松本さんはどうでしたか？私はいつも女子に囲まれてダンスをしてたので、うん、これは一つやっぱりキックボクシングジムに行って、うん、違う意味で戦いを挑みたいな。あ、いや、じゃあその、かっこいいイケメンの。トニーレオンもいるしね。トニーレオンを探しに、うん。俺もちょっとそっち行ってみよう。え、こんにちは、おじさん。その、なんか、知らないけど。可愛かったですよね、女子は。ということで、お二人の、なんか、この二つの場所の選択が絶妙な感じでしたけどね。でもちょっと、猪木酒場はこう、なかなかいいですよね。池袋です。池袋ね。はい、親父の、あまあ、メッカ、あ、メッカって言っちゃいけない。親父の天国ということですよね。コラムの花道、コラムニストは、沈黙の女王、新さん、奈美子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日は、さすらいの裁判傍聴人こと、阿蘇山大噴火さんです。コラムのあん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